ありがとうございます。まずはお一人ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずはロレンゾ・ダポンテ役、海宝直人さん、お願いします。はい、ダポンテ役を務めさせていただきます、海宝直人です。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト役、平間宗一さん、お願いします。モーツァルト役をやります、平間宗一です、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、アントニオ・サリエリ役、相葉弘樹さん、お願いします。サリエリ役を務めます、相葉弘樹です。短い時間ですが楽しんでいってください、よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に、フェラレーゼ役、井上さゆりさん、お願いします。フェラレーゼを演じます井上さゆりです、最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。そしてピアノは松木椎名さんに弾いていただきます、よろしくお願いいたします。それでは皆様からご挨拶をいただいたところで、歌唱披露に移りたいと思います。出演者の皆様はご準備をお願いいたします。楽しんでいってください。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。まずお聴きいただきますのは、海宝さん演じるダポンテのナンバーです。モーツァルトと口論になり、ガストハウスを去ったダポンテ、深夜のウィーンの街で過去に思い失せた人との別れを思い出し歌うこの静かな夜に、世間から女好きで詐欺師と呼ばれるダポンテの誰にも理解されない孤独を歌った曲です。それではお聴きください。静かな夜に僕は一人、誰も知らない本当の心を崖に根を張る花のように人知れず開くだけ、分かち合いたい心のままに、分かり合えない思い交わせず去ってゆく大切な人は皆、この静かな夜に今日も一人、この孤独が僕に歌をくれる、胸にしまった言葉たちにそっと明かりを灯したい。ありがとうございました。ダポンテ役、海宝さんによるこの静かな夜にをお届けいたしました。この曲は作品のテーマ曲にもなっていますのでご注目ください。続きまして、紆余曲折の末、もう成功や名声を追い求めないとモーツァルトが歌う僕が拍手するんだ。ダポンテと出会うことでその才能が大きく花開いたモーツァルトですが、本作では彼らの創作の様子が生き生きと描かれます。劇中ではダンスを披露する場面もあり、平間さんの演じる新たなモーツァルトにご期待ください。それではお聴きください。小さな僕の目隠し演奏に拍手喝采、でも本当は
たかった歌いたかった心からの音楽を春を呼ぶスミレ夏の月明かり落ち葉の絨毯舞い降りる雪美しいものありのままに愛せばほら僕の耳に音楽が聞こえる誰かの拍手はいらない僕が拍手するんだ世界のすべての営みに拍手すれば音楽が生まれるさでよう心からの音楽を君にはわかるはず君ならわかるはず誰かの拍手はいらない僕が拍手するんだ愛するすべてに拍手するんだ ありがとうございました。モーツァルト役平間さんによる僕が拍手するんだをお届けいたしました。続きまして宮廷楽長のサリエリが宮廷劇場詩人の役職を与えられたダポンテに祖国のイタリアを称えオペラを指南するビバイタリア。本作のサリエリはダポンテとモーツァルトに敵対する宮廷音楽界の権力者として描かれます。それではお聴きください。最も重んじられる芸術文化イタリアで生まれたオペラはイタリアの音楽家とイタリア詩人によって描かれるべきもの。伝統を胸に綴ろう気品ある旋律を歌おう喜劇も悲劇も誇り高き音楽を。ありがとうございました。サリエリ役相葉さんによるビバイタリアをお届けいたしました。続きまして美貌を最大の武器とするソプラノ歌手でダポンテの恋人のフェラレーゼが自身の生き方を歌う街角の女の子。この曲では何不自由なく暮らしてきたように見えるフェラレーゼの隠された過去が明かされます。劇中ではダポンテを翻弄する井上さんの演技にも注目です。それではお聴きください。
ございました。フラレーズ役井上さんによる街角の女の子をお届けいたしました。本作にはフェラレーゼをはじめナンシーやコンスタンツェなど魅力的な女性たちが登場いたしますので、ダポンテやモーツァルトとどのように関わり影響を与えるのか楽しみにしていてください。最後にダポンテとモーツァルトのデュエットをお送りいたします。2人の初めての共作フィガロの結婚が大成功を収め、やっと分かり合えるパートナーに出会えた喜びと未来への希望を歌い上げる最高の相棒。それではお聴きください。探してた、ずっと誰かを求めてた、やっと出会えた、君がいる。だから始まる本当の人生が。おしまいさ、僕らの才能をみんな気づいた、道は開けた今この時未来は輝くさあ踏み出そう君がいるなんて自由だ雲は晴れ、翼広げて駆け上る空高くまで、最高の相棒さ、どんな歌も生み出せる、さあ未来を作ろう。ありがとうございました。ダポンテ役海宝さん、モーツァルト役平間さんによる最高の相棒でした。以上で歌唱披露を終了とさせていただきます。ピアノ演奏は松木椎名さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆様ご着席ください。ここからは時間の許す限り事前にお客様からいただいた質問にお答えいただきたいと思います。私から皆さんに順番に質問いたしますが、何かお話しされたいことがありましたらご自身のタイミングで発言いただいて大丈夫ですので、よろしくお願いします。はい、わかりました。すごい。ではまず海宝さんへ質問です。はい、ありがとうございます。ダポンテという人物を海宝さんはご存知だったのでしょうか。はい、またダポンテを演じてみたいと思われたのはなぜだったのか教えてほしいです。僕は
自分でお話をいただくまではダボンテという人物を知らなかったですね、恥ずかしながら。でも結構カンパニーでも知ってた人の方が少ないかもしれないです、話聞いてると。初めて知って、でお話いただいてからいろいろと調べさせていただいて、なんでこんなに波乱万丈でこんなにドラマチックな、そしてしかもそれがなんかこう、その必死にこう生きた姿がちょっとこうおかしさもあり、なんかそういうところも含めてすごくなんかドラマチックなのに、今年になるまでこうあまりこう演劇でも取り上げられなかったっていうのが不思議だなと思って、今年急に2作取り上げられましたね。そうですね、ね、はい、でもなんかこの当時の作り方としてダ・ポンテとモーツァルトは結構実生活に起きたことをオペラ化するみたいなことをやってたらしいですね、うんうんうん、ああそうなんだ、ね、そんな人生あります？本当だよね、自分の人生舞台化とか絶対できないと思います。ちょっとね恥ずかしいし ね、 ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして平間さんへ質問です、はい、今現在の平間さんが考えるモーツァルト像はどういった感じなのでしょうか。この質問者の方はですね、映画での天才で破天荒だというイメージが強いですとおっしゃってます。あ、やっぱそうですよね。これアマデウスとかね、取材とかでも言ってましたよ ね、 なんか破天荒だっていうだろうなと思って僕も台本読ませていただいたんですけど、僕が1回目に読み終わった後に思ったことは、あ、普通の青年だ、なんか優しかったりあったかかったり丸みを帯びてたり、なんか気性荒かったり破天荒っていうイメージはあんまりなかったですね、うん、確かにね、うん、今回の本はそうかもしれない。でなんか、あ、自分らしく作っていいのかなと思って、結構なんていうんですかね、あんまりこう、うん、わーわーならないように、うん、今のところは作ってる。そうだね、いろんなバランス見ながらね、今日もこの前に稽古2人の抜き稽古をやってたんですけど、うん、そこでもねいろんなことを試しながら、はい、なんか作ってます。優しいモーツァルトにしたいなと思っております、うん、ありがとうございます、うん、では次に相葉さんへ質問です。はい、普段は穏やかな相葉さんがダークなイメージのあるサレーレを演じられるということで、とても楽しみにしています。役作りで苦労されていること、実在した人物を演じる上で意識されていることをお聞きしたいですということです。あー、ダークな部分、そうですね、ダークな部分、でもどうですかね、稽古場でそんなダークな部分、このサリエリ感じます？なんかあんまりすごいダークだなっていう印象は正直そんなになくて、今稽古してる時に割とこう愚直な、音楽に熱くてまっすぐでっていう印象の方が強くて、ですけどなんか自分自身、そうだな、なんか悪役って聞いてたんですけど、悪い役ってなんかそんな悪い感じもしない。うん、確かにね、やっぱこうビーバーっていうのもやっぱ、ね、そうなんかどうしようかしら、なんか、ね、ちょっとね、そうダークというよりも、ね、ビーバーだもんね。そうなんですよ、ナンバーも、うん、イタリア大好きですもんね。ねそうなんだ。このちょっと本当に悪いんですけど、この曲やると2人ニヤニヤしてるんですよ。てか全員なんですけど、何高らかに歌い出してんだろうみたいな、急にみたいな。大好きなのよ。大好きなんですよ。まあそうですね、だからなんだろう、まあでも実在する人物としてはそのもちろんその責任は伴うなと思いますので、しっかり、あと3週間ぐらいですかね、稽古ありますので、もっともっといろいろと構築して、いろいろ多分もっともっとこう中身を詰めていかないといけない作業がこれから待ってますので、しっかりそこを詰めて本番に向けて頑張っていこうと、はい、思ってます。ありがとうございます。では次に井上さんへ質問です。以前より井上さゆりさんの歌声が好きなのですが、フェラレーゼの歌唱部分の聞きどころや歌う上で意識した部分があれば教えてください。いや、ありがたいです、めっそうもないです。でもフェラレーゼという女性がすごく強い女性で、多分私の印象と反対方向の方なので、もうとにかくオーバーに、もうこうやって生きるしかないのみたいなのを、さっきの歌もすっごい緊張したんですけど、なんかこのこんな私かわいそうじゃなくて、もう私はこうやって生きてきたのだから、こうやってこれからも生きていくなよみたいな強い感じで歌えたらなと思って、まだまだお稽古でトライしていきたいなと思っているところです。ありがとうございます。ではここからは皆さんへお伺いいたします。このイベントには観劇をご検討中の方にもたくさんお越しいただいています。例えば、まだ感激するか迷っています、こんな私にここがいいから絶対見てという一押しポイントを教えてください
ですとか、感激初心者の友達を誘いたいのですが何を一番にアピールするといいでしょうかという質問が届きました。そこじゃないよ、絶対違う、絶対違う、そこ 目で訴えかけないでください。皆さんの考える作品の魅力を教えてください。ああ、皆さんがでもどういう印象を最初に持たれているのかっていうところですけど、でもそう情報がないですもんね。ないですね。そうですね。あの本当にねポスターしかないからね、うんはい。あれはもう嘘です。嘘ですね。はい。あそこからは多分想像もつかない何かが生まれ出てるかもしれない、ね。嘘。白くならないですね。うん、そうだね、そうだね、ならない、白くないですね、うんうん、白くないですね、はい、なんか稽古場はずっとでも笑いが絶えないですね、うん、絶えないかもしれないですね、うん、私あったかい空気も流れるし、うん、あの僕はもう泣きました稽古場で、あの見ててね、言ってたね、そう、え、見てて、あのあるシーンを見て泣きました、僕は、あの遅入りだったんですけど、あのあ遅入り遅くちょっと、ね、稽古開始よりちょっと遅れて参加する日があって、その大好きなシーンをやってて入った瞬間なんか空気がシーンってなってて、うん、こちゃってって見てそのままリュック背負ったままですよ、リュック背負ったままポロ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 海北めっちゃ良かったよっそう言ってくれたね、そうだったねみたいなシーンがあるっていうことが僕のおすすめポイントです、ね、はい、だからもう本当になんかこう楽しく笑ってこう見れるところからちょっとドラマチックな、まあ何せドラマチックなやっぱ人生を送ってるので、うん、あのそれぞれがなのでなんかそこのなんかドラマは楽しんで、しかもそれをなんかこうなんか歴史ものだからって言ってちょっとこう難しく描くっていうよりはなんか楽しく、お客さんと一緒になんか盛り上がっていける作品になりそうだなっていう気はしてますけどね、どうですか、なんかいや割とそのここだみたいななんか見やすくなってるな前編通してなんて言ったらいいんでしょう、とってもこうシーンの変わり目というか結構、うん、いろんなことがギュッと詰まってるんで、うん、見てるお客様も、まあ、追うのは大変かもしれないんですけど、ただ見やすい作りにはなってるんじゃないかなっていう、うんうん、ストーリーを追いやすい作りになってるんじゃないかな、あとはやっぱり楽曲2人のナンバーだったりとかが、うん、先ほど歌われた、ね、デュエットだったりとか、はい、なんか結構こうなんだろう、あの感じのこうワクワクするような楽曲だったりとかも楽しんでもらえるでしょうますし、そのバラードも結構多くなってますので、うん、そうだね、浸っていただいても楽しんでもらえるんじゃないかなと、あとサリエリっていうキャラクターなんですけれども、あのビバイタリアっていう感じでこう歌い上げたりとかも自分で言い出したいやもう言うしかないじゃないビバイリ私もフェラレーゼさんのなんかあの妖艶な感じ何者なんだろうっていう感じなんですけれども、うん、そうだよね、そうなんですよ、それも劇場にぜひ確認確かめに来ていただけたらなと、はい、思います。どうですかさよさんは。私はその、まあ、ラポンテってあんまり知られてない方で、うん、そうだね、うん、もうこの稽古始まる前とかがいろんな史実を見てたんですけど、うんうん、とにかくこんなこと言っていけないですけど、うん、クソ野郎で、でも本当になんだこのクズはっていう方なんですよ。そうだね、本も、うん、確かに確かに。それを海宝さんが演じるってどうなるんだろうなってすごい不思議だったんですけど、うんうん、もうなんか、うん、騙されてもいいやみたいな、あ、なんかまっとうなこと言ってる気がするみたいな、なんかそのなんかこの海宝さんの感じで、うん、すごくチャーミングになってしまってて、ダポンテがそれが魅力的なんですよね、すごく。いやその光栄です、あれで、ソーちゃんさんとかバチさんとか、うん、もう皆さんのなんだろう人柄が、うん、その役にすごく投影されてて、ね、確かにこのカンパニーでこの配役だからしかできない作品にもなってきてる感じがするなと思って、うん、しかも完全オリジナルのミュージカルなので、うん、みんなでこう一丸となって1から100にも1000にもするのは、うん、それもそれで大変ですけど、0から1にを作っていくって本当に大変な作業で、それをみんなで今やってるのはすごくいいカンパニーだなというかいい現場だなと思います。そうだよね、30曲以上ありますからね、はい、曲が。そうなんです、もうがっつりと音楽とともにすごい、はい、すごいよね、海宝くんの歌を楽しめるわけですね。いやそのそうちゃんの歌だって楽しめますから、バッチのビバもそうだし、楽しめるわけですね。そうよ、笑うのおかしいんだよそれビバー。いやでもまあ、オリジナルミュージカルだからこそ、うんうん、今日も2人だけの稽古だったじゃないですか、ね、うん、なんかいろいろとここはカットしたりとかちょっとセリフ追加したりとかっていう作業は、まあ、歌だったり場面だったりとかでも結構常に
あったりして、うん、まだまだあと3週間ぐらいあるんで、うん、まだまだ変わっていくんだろうなっていうのも僕らもこう作っていく側としては、ね、そうだね、楽しみです、はいはい、ありがとうございます。ではですね、先ほど稽古の様子が少しお話にありましたけれども、座長としての海宝さんの印象を伺いたいなと思うのですが、平間さんは海宝さんと7年ぶりの共演ということになりまして、はい、再共演して再び印象は変わりましたか？あ、印象が変わりましたか。いや、何も変わってないです。すごいやっぱやってることとか内容はすごい変わってるんですけど、作品への向き合い方とかは全然変わってないというか、もういつだって完璧にこう自分の熱量を伝えてやっている方だなって僕は感じていて、やっぱり歌の説得力がすごいなっていう一言目発した時からなんかうーわー頑張ろうって思えたんですよね。ね、はい、めっちゃ包み込まれる声というか魅力的な声、うん、なんかそうですね、これ伝わりますよね。あの1曲目一言目あれを聞いた時にもうみたいな、あ、これはもう間違いなく良くなるって思えてやっぱついていこうと思いました。ありがとうございます。すいません、たくさん魅力を先ほどお話しいただいたので、そろそろお時間が来てしまいました。皆さんたくさん質問いただいたのに少ししかお聞き伺いできなくて申し訳ありませんでした。それでは最後に出演者の方々からお客様を一人ずつメッセージをいただきたいと思います。まず井上さんからお願いできますでしょうか。はい、今までこうさっきの話でもありましたけど、あまり描かれてこなかった人物を主体に描くっていう、またすごく新しいことに私たち今挑戦しようとしていて、自分たちでもどうなっていくのかまだ未知の状態で、それをぜひ皆さんに未知の世界を楽しんでいただいて、日本のミュージカルでもなんだろうな、これだけの、面白いものが作れるんだっていう、なんか、っていうのもその母国のオペラを作ろうと奮闘したモーツァルトとダ・ポンテのお話でもあるところが私たちと今すごくリンクしているような気がして、そんな瞬間を皆さんに見ていただきたいな、目撃していただきたいなと思っているので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして相葉さん、お願いします。はい、そうですね、ダ・ポンテという音楽家がいたことを改めて、知るいいきっかけにもなると思いますし、その周りにいたキャラクター、音楽家サリエリだったりとか、いろんなキャラクターが出てくるんですけれども、本当に、楽しめる作品になるようにもう一から、今作ってる最中ですので、これからもっともっと、そうですね、皆さんが楽しんでもらえるものが作るぞと本当にもう毎日もう頑張ってますので、とにかく、本番までしっかりと、稽古してまいりますので、ぜひ劇場に足を運びください。お待ちしてます。ありがとうございました。続きまして平間さん、お願いします。稽古に入っていろいろ調べていく中で、まあ、日々感じていることもあったんですけれども、こうやっぱり人間というものは欲張りで、ちょっとわがままで面倒くさかったりとか、いろんなことが人間にはつきまとってくるなと。オペラっていうちょっととっつきにくいことをテーマにしてるかもしれないですが、その中でものづくりをしていく上で、こうやっぱり会社で言ったら上司がいてとか後輩がいてとか、なんか自分とはどう出したらいいのかみたいな、そういう人間模様がすごい見えてくる作品だなと思っていて、そんな中で意気投合したと思ったって、その先には何があるかわからないっていうような、なんかそのひとときだけがここが良かったのかどうなのかとか、すごいメインテーマとなるのはやっぱり人間模様なので、なんかそこを細かく見てもらって、本当に青木剛さんもアンサンブルの皆さんの一人一人の動きまで細かく見てらっしゃるので、いろんな人間を見てもらえたら楽しめるかなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に海宝さん、お願いします。はい、このダ・ポンテ音楽劇ですけれども、日々、みんなでキャストと、そしてクリエイターの皆さんとスタッフの皆さんと毎日いろんなことを試しながら、頑張って稽古をしております。本当にこう30曲以上の曲に彩られながら、エンターテインメントとして、すごく楽しんでいただきながら、なんかいろんなことを感じていただける、楽しくも、あ、なんかこう生きてるって、生きるってこういいなって、なんかこう思えてもらえるような、
なんかそんな希望を持って帰っていただけるような、なんか楽しい、素敵な作品に、なっていくんじゃないかなという今予感で稽古しておりますので、ぜひぜひ皆様、劇場に足を運んでいただけたらと思います。お待ちしております。ありがとうございました。それでは最後にフォトセッションを行わせていただきます。撮影の準備を行いますので、出演者の方々は一度ご退場をお願いいたします。ありがとうございました。それではマスコミ向けのフォトセッションから始めさせていただきます。センターにオフィシャルのカメラマンがいますので、今手を振っています。まずはそちらに目線をお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、最後にもう一度センターにお願いいたします。ありがとうございます。そうしましたらそのままムービーの後ろにムービーカメラがいますので、皆さんに向かって手を振っていただけますか。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ではお待たせいたしました。最後にお客様によるフォトセッションになります。ではまず真ん中の皆さんからいきましょうか。では少し目線を変えまして、キャストの皆さんから見て右側、お客様から見て左側ですね。ありがとうございます。では最後にちょっとこちらですね、皆さんから見て左手側、お客様から見て右手側。ありがとうございます。
がとうございます。ではこちらでお客様向けのフォトセッションも終了とさせていただきます。皆さんここからはカメラをおしまいくださいませ。お願いします。では以上をもちましてフォトセッション終了させていただきます。ありがとうございました。ここで出演者の皆様は退場となります。盛大な拍手でお送りください。